演舞開演。どうも、私のつれつれなる日常演舞さんですよね。はい、というわけで本日はちらちらファミリーマートの抹茶お菓子3種類を食べたいと思います。どれも美味しそうですね。緑も良さそうな。はい、ではまずは、はい、こちらです。まずこちらが大福、こちらがクッキー、こちらがおまんじゅうですね。ではまずは和洋のクッキーからいただきましょうか。でもその前にソフトクッキーが入ってますから柔らかいですね。断面図はこんな感じです。ではいただきます。本当にすごいです。食感、ソフトクッキーは柔らかめで、いわゆるカントリーマームに近いような食感ですね。でもナッツと何かが入っている、その食感を感じることができて、抹茶の香りもしっかり口の中に広がってきて美味しかったです。そして2つ目に食べたおまんじゅうは、もっちりとした弾力あるおまんじゅう生地の中に入っている抹茶の風味が口の中に噛んだ瞬間にもちっとした食感のところに口の中に広がってきました。そしてもちっと言えば最後の大福、こちらの弾力はよりあって、噛んだ瞬間に中のあんこが口の中に広がり、抹茶も程よく香ってきて美味しかったです。なのでどの抹茶もとっても美味しかったので、全てこちらのペースをさせていただきます。他にも抹茶商品食べてみたいな。まあ出てくるんでしょうけど、ではツバメかな、神経性胃炎わずらうね。ツバメも患うのでしょうか。まあ、まさか。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞開演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。